皆さんこんこにちは清水でございます、えー、本日の宮古島はですね、えー、気温19度、えー、ここから2000キロあの離れたところから今日お話しに参りました大学のない地域における、えー、工業高校生メンターの育成を通じた持続可能なプログラミング教育のエコシステムづくりというテーマで、えー、活動してまいりました。 まあの背景と課題の方をあを先にご説明すると分かりやすいかと思うんですけれどもえまあ沖縄本島以外のまあ東部ということになりますけれどもまあ宮古島はですねえ大学生が恒常的にいるという地域ではありませんえ大学がないことそれからえ専門のまあいわゆる専門学校ですねこういった形のものもありませんのでいわゆるプログラミングを教えられるプログラミングにえ特化した人材という方がまあ基本的には ほととんどいないといいなうのが状況でございますその中でメンターを育成しそして子どもたちに教えられるという状況をいかにこう恒常的に作り出すかというのは、まあ、他地域に比べても若干難しい状況環境があるというところがスタートでございましたで、まあ、今回の目的として定めましたのはプログラミング教育を通じて離島でのメンター育成を継続的に えー、仕組みとととしてでですすね構築をするいいうことでございま,すまた、サテライトオフィス企業職員あこれちょっとあの唐突に出てきましたけれども、えー、我々の事業としてまたあのサテライトオフィスですねあの都市部の IT 企業さんに 出てきていただいて技術移転も含めてです、ね、あの活動していただきたいなということを活動としてやっていますので、まあ、そういった IT に詳しい方々というのも一定数いらっしゃる、まあ、増やしていこうという段階にございますのでそういった皆様にもご協力を頂戴しながら進められないかということも考えております ICT 利活用による離島や地教育の格差解消とといいうところでございます。 そしてもちろんあの児童・生徒に対しては21世紀型グローバルスキルの向上というものを目指してまいりますモデルの概要ですがこのような形になっております私どもと株式会社リチャージですけれども私どもとご協力を頂戴しておりますのが宮古島市教育委員会そして、まあ、その先にです、ね、実際の自称フィールドになりますが今回は下地中学校 それからの環境提供をいただいて下地小学校そして久松小学校という皆さんで進めてまいりました教材としては LifeisTech 様にご提供いただいておりましてカリキュラムですねカリキュラムをのベースをいただいていますまた NTT ラーニングシステムズさんにこの企画協力という形で入っていただいて メンターのご提供は実際のメンターになっていただいたのは、今回の沖縄県立都工業高等学校です。メンターとしてのえー、都工業高等学校の方がま実、あ、証フィールドね。こちらの方で教えていただいたという形になります。 スケジュールとしてはこのような形でございまして実際にはですね、まあ、長い時間をかけてやるという実施するというのがなかなかできない環境であるというのを先ほどご説明したとおりなんですけれども、まあ、いかに、えー、限定されたタイミングでも効果のある教育ができるであろうかと実現できるものなんだろうかということの実証をやってまいりましたので、まあ、比較的長く準備をしてまいりましたが実際に実証したのはそれぞれ11月の4日と5日というここにポイントを絞って実証いたしております。 メンターに関しては先ほど出てまいりました宮古工業高等学校の皆さんの中からあの募ってやっていただいたという形になります。電気情報科が設置してされていますので比較的 ICT に関心があってメンターに必要な基礎スキルをお持ちでいらっしゃるそういった学生さんがね多,いで多いんじゃないかというところも含めてこちらの方にお願いをいたしました。もちろんあのこれ地元のの高校ですのです あの将来地域活性に関わる担い手としてです、ね、あの期待ができるという部分、えー、またあの大人ではないということも今回重視しました、えー、島の子どもたちが、えー、なんていうんですかね、ちょっとこう、あのー、距離を置かずに、えー、しっかりと食いついてくれるようなお兄さんたちでないといけない、お姉さんたちでないといけないというところがございましたので、えー、親しみやすく、まあ、憧れになってくれるような対象として、えー、この皆さんにお願いをしています。 実際にあの皆さんの希望を聞きつつ選定をいただいたという流れで9名の皆さん1年から3年の皆さんで9名の皆さんにご参加いいただいております実際の研修内容なんですけれどもプログラミング研修そしてコミュニケーション研修この2本立てでやっておりますあのプログラムの技術そのものよりもですねやはりこうプログラミングとは何だとかプログラムという仕事があるんだとかですねあのそういった感覚が非常に少ない えー、子どもたちが対象だったということをご想像ください、えー、僕のお父さんはプログラマーなんだよとか、あのー、友達のお父さんがプログラマーなんだよねっていう子が本当に少ないです。ですので、まあ、実際そういうことをお仕事でやってる人がいるとか、えー、そういう人たちによってプログラムというのが作られているんだということを、えー、そもそもあまり実感値として湧かない子,子たちが多いということが前提になります。でですので、えー、それを コミュニケーションの方でですね、あののに関しても、えー、随分と格差がありますので、えー、どうやったらモチベートできるか、えー、モチベーション高くです、ね、取り組んでいただけるかというところにかなり重きを置いた内容にもなっておりました、えー、教材として出ていますのがこうマシュマロチャレンジというような皆さんのこう想像力をどれぐらい、あのー、発揮できるか、えー、言われたことをやるのと自分たちで考えることは違うんだよというようなことをえー 自発的に理解していただけるようなプログラムなんかを一番最初に持ってきたとかですねあの比較的、このあたりというのはライフ e s ク e さんの教材はどちらかというと大学生メンターが、えー、行うというものなので、まあ、それに比べると今回やらせていただいたのは、えー、かなりもっと、えー、子どもたちに分かりやすいものということにカスタムをさせていただいたんですけれども、えー、そのあたりは非常にあのうまくいったのかなと後ほどお話を申し上げます。はい 実際の様子はこのようなな感じになっていますこれはまずメンター育成なので大学生のライフ・イズ・セクさんから発遣をいただきました大学生のメンターさんが高校生のメンターに教えているとメンターとしてのあり方教える内容教え方こういったことを教育をいただいているというところなんですけれどもこの内容自体もですねあの、まあ、メンターが今 受講者を体験しているということなので大学生メンターがかっこよく楽しくすてきにこうメンタリングをしてくれているという,いうところなんです、えー、高校生の皆さんはある,ある種のショックを覚えているんですねあの今いつもの感じとはちょっと違うしかもかっこいい、えー、こんな風にやってみたいというモードに入っているところです、えー、こういうお兄さんたちに、えー、この彼らは次回になるということです なので、えー、実際に iPhone アプリの制作体験会というのもやっていますけれども小中学校向けの自己紹介の練習をしているこれシーンです自己紹介といえばこういうものだよねっていう概念をちょっと超えて、えー、もっとかっこよくもっとみんなが喜んでくれるような楽しい自己紹介の仕方、みたいなところから、あのー、コミュニケーション自体の質を上げるという施策も強めに作っていました、えー、教材カリキュラムでございます 実際に使いました教材は開発環境としては X コードで SWIFT ということになっているんですけれども iPhone, iPhone アプリのプログラミング教材ですカウントアプリ簡単なカウントアプリを作るという形のものをある程度準備をされているという状態からあの短時間で面白いなっていうおいしいところが触れるような教材になっています。内容 まあ流れとしてはこのような形になっていましてえいきなりプログラミングをやるのではなくてですねまあ IT プログラミングの未来についてえ実際にそれで何がどうなるんだとまあ先ほど申し上げましたようにプログラミングというものそのお仕事えそしてその活動が及ぼすえ影響というものについてあまりイメージがない子どもたちをまずあのその気にさせるああそういう世界があるのか私も行ってみたいなと今からやるのはそういうことなんだよねということの理解をえ非常に強く 意識づけるためのビデオ視聴そこからチームビルディングのためのアイスブレイクですねあのみんなが楽しくチームが作れるというあのアイスブレイクの、えー、アクティビティがありますそして、まあ、プログラミングの体験をやっていただくア、まあ、プリ開発を通して、まあ、自分で作ったものがちゃんと動いたというところをご体験をいただいて、まあ、最後にプログラミングを学んだ先、えー、そういった技術を、まあ、今 体験したようなことをどんどん広げていくと一体何が起こっていくのか次に何が待っているのかということを、えー、理解していただくというようなプログラムで構成をいたしました、えー、実証講座はこんな感じですね、えー、11月の5日まあ実際に午前中を使って、えー、子どもたちの,あの初めての体験ということになるんですけども、えー、実際にこの体験をしていただくということをやりました 小中学生に関してはプログラミングの楽しさ可能性を感じてもらうということですね、えー、先ほどお話しした内容で小中学生に教えます、えー、そして高校生自体は指導する体験を通じて自らの技術力の向上の必要性とか、えー、人に教えるって難しいな面白いなということを感じていただく、えー、一つ大きなあのマインドになっていただくということを目的にやっています参加生徒数は計36名でございました中学,校中学生が18名小学生が18名、えー、大学生は ライフステクスさんから来ていただいたのが2人と、えー、宮古工業高校の9名です実際の状況こんな感じでございまして非常にあの賑やかで楽しい和気、えー、あいあいとした環境になりましたあのやはりそれぞれが興奮してあの取り組んでいるという感じがです、ね、やっぱり伝わってきて非常にあのモチベーションの高い、えー、環境になったのかなと思っています あのなるべくこう部屋をカラフルにするとかです、ね、いろいろなあのポイントを、えー、教えていただいたところもあってですねあの非常に面白い場作りができたのではないかなと思っています、えー、実際にはあの反響も良くてですね、えー、地元のメディアにも、えー、掲載をされましたあの皆さんの声も基本的には非常にポジティブなものが、えー、多かったのかなというのが印象です。 ボタンをクリックして成功したときが番嬉しかったとか、あ非常にあの欲しいものをプログラミングしてみたい、この先を考えているような子どもたちの意見、ございます、えー、教え方が良かったので、面白かったんじゃないかって言っている子がいたりとか、ですね、隣の子と教え合ってプログラミングするのが楽しかったよというような声がありました、そして初めて結構タハードル高かったと思うんですけど、高校生メンターの皆さんに対しても、まあ、最初は乗り気じゃなかったんだけれども、後半はかなり自主的になりましたと。 えー、あこれはごめんなさい子、えー、子供たちの様子ですねなかなか難しかったんだけど、途中から面白くなった感じがした、えー、また積極的に話しかけてくれるようになったとか、えー、プログラミングに対して興味が出たと思います、えー、実際に自分たちもそれまでそんなにプログラミングに興味がなかったのに、もう人のことを考えているっていうのは、やっぱりあの島の子たちの特性かもしれないんですけれども、あのとても、えー、見ていていいなって思いました。 また先生方のご評価も、まあ、今までやったことのないタイプのものだったんですけれども生き生きと取り組んでいたのが印象的だった自分たちで取り組み考える時間をたくさん持てたのが良かった積極的に質問する姿が見られて良かったというようないい、あのー、印象をたくさん持っていただいたようです校長先生や教育委員会からもポジティブな意見が出ておりましたあのアンケートについてはあの後ほどもしよろしければダウンロードしていただいて見ていただくといいと思うんですけれども、えー、基本的に、あのー 良好な結果だったと我々は感じています。ただ最終的に成果としては、あのまあ今のようなポジティブな部分もあるんですけれども。 課題としてやはり中長期的に活躍できる高校生メンターの育成というのをどのように続けていくのかあとメンター指導者今回は特別に来ていただいた形になってやってみたんですけどもこれを継続的に回していくために地元の我々も含めてですけれどもあの仕組み作りが今後やはり重要であるなと。 教育委員会ともえっといろいろと連携しながらあのもう少しそうですね継続的なプログラムとしていかに作るかということを頑張っていきたいと思っています私どもからは以上でございますありがとうございました。